親子丼は割り下などで煮た鶏肉を溶き卵で閉じ、飯の上に乗せた丼ものの一種である。親子という名称は鶏の肉と卵を使うことに由来する。ネギや玉ねぎなどと共に煮て、彩りとして蜜葉やグリーンピース、刻み海苔などを飾ることが多い。鶏肉と鶏卵以外を材料とする丼の中にも親子丼と称する料理がある。 親子丼の起源は不明である。確認できる最古の文献資料としては、1884年に神戸元町の江戸港が出した新聞広告に親子上丼、親子並丼、親子中丼の名が見られる。日本橋人形町にあるシャモ料理専門店、玉秀で、が主張する説によれば、1887年頃、 鳥子と武器の最後の締めとして、鍋に残った煮汁を卵とじにして、白飯のおかずとして食べる客がいたという。五代目店主の妻、山田徳は、親子煮と呼ばれていた、この食べ方を、盛り切りの丼飯とすることを考案したが、汁かけ飯を店で出すとか苦が落ちるという当時の風潮から、出前専用の料理として提供されるようになった。玉秀は、その後、親子丼の元祖として、 マスコミにも取り上げられるようになり、1979年からは、店内でも提供するようになっている。玉ひでの親子丼は、みりんをたっぷりと用いた非常に甘い割り下で、シャモの肉だけを煮て、卵とじにしたもので、玉ねぎや蜜葉等の野菜類は、現在も使われていない。また、今日では、半熟状態で提供されるが、1954年頃までは、 完全に火を通した状態で提供されていた。また別の説として、1903年に大阪で開催された第5回、内国官僚博覧会の目玉料理として、北浜銀行頭取の岩下清下からの依頼により、大阪の料亭、鳥菊の店主、内本松次郎が考案した親子丼もある。こちらは、 鶏肉と白菜、ネギの煮込みを卵で閉じてご飯に乗せたもので、一杯15銭で販売され、人気を博し、その後関西1円の食堂で提供されるようになったとされる。鮭とイクラの親子丼、ありがとうございます。